おい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 なんだ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 おいちょっと待って今 YouTube を見たらさ 新ブランドアイドルマスターシリーズ新ブランドアプリゲームティザー PV なるものが7時からプレミア公開されるらしい。休憩終わりは違う。あの休憩とかじゃない。これに関して。ちょっと休憩する前に、これはちょっと、こんなものがアイマス公式チャンネルに、のトップにあったから。 これはちょっとみんなで見ないと。これはもう、アイマス好きとしてはリアルタイムで見とかないと。リアルタイムの、飯終わりの予定変わるだろうなと思ってさ、ちょっと一旦、飯の前にこれはみんなで見よう。おじさんも出します。ミラはしない。一応この、リアルタイムで見るっていうのを、 見出したら怒られちゃうでしょ、さすがに。あい、新ブランド、でもさ、これ、オールスター、色が俺分かんないんだけど、これが新ブランドの色ってことこんな色だったの、それぞれ、まず。まず俺、何色か分かんない。えー、緑にしか見えない。 これ何青黄色赤あ、違う。緑。青。<laughs> 青。青三色になってる、俺の中だと。ねえ。緑二色に青三色。濃い緑。薄い緑。青、青、青。黄色。ちょっとこれは見とかねえと。さすがに。 これはちょっと見させてください。これ見てら、見てから、最初の緑は終わってるけど、それ以外は合ってる。あ、そうなんだ。まあ赤だろうな。1個目は。じゃ、そんな青がいっぱいなんだ。目がかゆい。いや、マジ新ブランドのアプリゲームなんだ。まあアプリゲームか。さすがに。男かな女かな混ざりっ子かな いやでも、混ざりっこってことないよな。さすがに。かわいいかな。ティザー PV だから、でも大した、あれではないかな。うえー、楽しみ。こんなのがあったのか。これはさすがに一応ね、アイマスオタクとしての、リアルタイムで見させてもらわないのは、も,さすもらえないのは、 おそらく学園だからマザリッコあ、これが学園かなあどうなんだろうえ、でもマザリッコだと正直、あ、でもまあ、あのー、なんだっけ。プリコネじゃなくて、プロセカとかはマザリッコで人気あるから、そのあたり狙ってくるんだったらマザリッコか。で、マザリッコだったらやっぱりね、男女ともに人気がある作品になってくれたら、やっぱ僕たちにも出会いがあるかもしれない。可能性はあるよ。でもこれ一生やさないでほしいな。アプリゲーム。 大変じゃない俺、アイドルマスター好きだからさ <laughs>。やりたいけどさ、これ以上増えたらもう、だって、たえでさえできてないんだから。まあ、また表面をなぞるだけになるかもしれない。それかもしかしたらめちゃめちゃ好みで、シャニマスより、大ハマり。最近人気あるやつ混ざりっこ多い。スタルとかもそうだし。あ、確かにでも、その、女性だけ、女性キャラだけのコンテンツって最近少ないかもね。 よく考えたら。ま、あでも、ブルーアカはそんなことなくないで、<laughs> どういう、なんか、燃えとっかなのか、でも、何を目的としてるかにもよるよね。中途半端なのが一番良くないんだろうな、多分。でも、アイドルマスターは、うーん、どっちなんだろう。楽しみ、めっちゃ。 ただでさえ52回しかない土日奪い合ってるのに <laughs> 確かに <laughs> また新しいアイドルマスターがコンスタントにライブあるんだったらもう本当に一生毎週ライブあるよで VR ライブでも VR ライブがここにこの今さ6つ目の星はさあくまでこの6つの 星はあくまで VR ライブなしでしょ。VR ライブもいること、今後、もしデビューしすること考えたら、もう本当に毎週アイマスライブがあることになっちゃうよ。<laughs> そうか、土日って52回しかないのか。50週とかだもんね、だいたい1年ってね。確かに。VR19 時に配信かぶせようとしてたぞ。<laughs> 知らなかったんだろ、シンプルに。<laughs> 今日の19時にこれが。 言ってた。コスモちゃんが19時10分からインサイドの配信しますって言ってた。見たい。コスモちゃんのインサイド。<laughs> 俺も、好きだから。やってることがテキ草クさ <laughs>。知らなかったんだろう、今日このティザー PV が。でもティザー PV って多分めちゃめちゃ短いよね。いつもだってティザー PV ってさ、あの、 アイマスのなんか公式生放送とかで流すけど、本当に30秒ぐらいしかなかったりするじゃん。そんなんなんじゃないのかなチラ見せ本当に。どれぐらい見せてくれるかだよな同説何人ぐらいになるかなアイドルマスター新ブランド。新ブランドアプリゲームのティザー PV。どこまで見せてくれるかだよね信号機見しの主役を見せてくれるかどうか。キャラデザ見せてくれるかどうか。 ゲーム性見せてくれるかどうか、どこまでを見せてくれるかだよね。それによってはもう全然、現在の目標、ゴーレムトラップです。<laughs> 今、今気づいた画面に出てるわ。現在の目標、ゴーレムトラップ。男女混ぜこぜだとちょっと、でも、俺は、アイマスは、女の子だけ、でも、いいかなとは思っちゃってるけど。 アイマスってそういうコンテンツじゃん。だって。なんか男女混ぜこぜにするんだったら別にアイマスじゃなくてよくないと思っちゃう。サイドでもそうでもないか。アイマスってなんかそのあのこないだのなんかあの人間たちのオタク趣味の表を見る以上は男女のバランスが割といいコンテンツだから。 今のアイドルマスターはそういうわけでもないのかもしれないな。俺がずっとその、イニシエのアイドルマスターを引きずってるだけで。これ、プレミア公開ってさ、マジでさ、アホでさ、19時になってから1分2分ぐらいカウントダウンあるんだよな。19時にぴったりにカウントダウンしてほしいのに、19時になってからカウントダウンが始まるんだよね。プレミア公開の。 あれがすげえ嫌い、YouTube のプレミア公開って。プロセッカーっぽくなりそうなやり方してる。まあやっぱ、はや長いものにはまかれろシステムで、やっぱ流行ってるもの、どうするまた、あ、変な、斜め45度の角度で、よくわかんない、カードゲームとかあったら。<laughs> ありえるよね、アイドルマスター。まあでも、さすがに新ブランドだったら、若い人が任されたりもするだろうから、 え、高山だってね、かなり多分、その、若い時に任されてるはずだもんね。ほんと、多分、入社して多分2、3年とかじゃなかったっけ高山が。年齢的に考えたら、高山がそのプロデューサーになったのは、入社して2、3年とか、それぐらいのタイミングで任されてなかったっけそんな話じゃなかったっけ違ったっけで考えれば、この、 新しいコンテンツが若さにフレッシュなコンテンツであることを祈りたいよねでもソシャゲってもうだって尽きてるもんなバリエーションは何があるんだろう俺ソシャゲあんまやんないから分かんないけどまあ、でもアイマスもやっぱ人気ないアイマスは切っていくっていうアイマスていうかまあ,あのポップマスはさちゃんとサービス終了 させたからまああれはミンマスだったからっていうのもあるかもしれないけど結構そのなんかちゃんとやってる以上はアイマスも別に落ち目ではないとは思いたいけどね <laughs> やっぱ良くないと思ったものはちゃんとバンナムは切ってる気がするからねここで新ブランドを入れてくるってことは少なからずアイドルマスターまだバンナム的には押していきたいコンテンツなのかも だと思いたいけどまだオールスターズも擦ってくれるし15年入社で17で AP 就任だったはずなんでめっちゃ早いすごいねめっちゃ仕事できるんだろうね2年目でってことでしょ2年目でその大きなゲームタイトルのそういうのはなんか仕事できるとかなのかなそれとも普通に 運よく回ってきただけなのかなどっちなんだろうね高山に関しては。そのただただその仕事の任されるタイミングでアイマスが、アイマスがその、相手、アイマスの新しいコンテンツが始まるっていうので、タイミングが高山に回ってきただけなのか、それとも高山がめちゃめちゃ優秀だから、納金じゃないんだ。マッチョなのにな。高山がちょうど、 高山が相手なのかそれともちゃんと高山が優秀なのか、まあ、バンダムに入れる時点で優秀だろうしな少なからず大企業だからなコメントめちゃめちゃ早えな学園会います あのレベルのマッチャーはバカじゃなれんか。まあ確かに。まあ筋肉鍛えてる人って、ちゃんとその理論分かってないと多分筋肉つかないだろうしね。 揉めてるわコメント欄なんかいきなり大変なことになってるなね。 アイマスの新ブランドアプリゲームだって現在の僕はゴールドトラップだよもちろんあくまであれね同時視聴ねミラーじゃないよアイマスのバトロワ <laughs> 見てーやりてーアイマスのバトロワ出ねえかなやっぱさ今バトロアゲーでさパブジーと 来来てさと来てさと今ないも,ん、ね、もうそのメインを走るバトロゲーみんな飽きてるもんね欲しいよね世界を牛耳るバトロゲーアイドルマスターじゃないもしかしてアイマス TPS 出すべきだよねやっぱ常にさこの配信時代 このタップで採用されるこの,のね、やっぱりゲームがある中でさ、常にその FPS っていうのは、そのストリーマーとかにも喜ばれてきたコンテンツとして、ちょっと前、かおるちゃんがエイペックスのキャラになる夢見たけど、松山目だったが、<laughs> なんちゅう夢見てんだよ。わけわかんなすぎるだろ。まもなくプレミア公開が始まります。始まるよ、みんな。でも多分、クソでかい音で、ポーンっ みたいなのが流れ始めるはず。俺の記憶が正しければ。なんでこれ俺さ、もう、俺、俺プレミア公開するんだったら、ちゃんとその、19時に動画が始まるように、2分前ぐらいに、あれするわ。ちゃんとその、プレミア公開の秒数に合わせた、あの、公開時間にする。これ19時から多分2分ぐらいの、あの、カウントダウンが入るから、 あの音、全動画の音で一番でかい。なんか俺動画最近音ちっちゃくないあ、1分だ。今回は。あのカウントダウンなんで一生適切な音量調整できないのあれ俺今ね、ミュートになってたわ。36、35、34、33、32、31、30。 15時58分プレー業界そうそうそうするべきだと思う俺はなんかキモいじゃんこの1分さあどうなるテザー10987654321チチお桜からスタートえ走ってるスニーカー 厚底の結構。見れるってことすげえツヤツヤ。床が。マックス塗りたてのフローリングだ。学校だやっぱり初星初星学園 ?3D だ。スクールアイドル赤髪。 と音をあげるえ ?2024 年3月5日。おい <laughs> これだけかよ <laughs> おいそれをやれよ <laughs> アプリ、そ、ねえなにこれそれをわざわざオレンジ色だったそれをわざわざじゃあ、じゃあ、それでよくないねえ。これを、これをわざわざ言う必要あった ねえ。プレミア公開で。なんでこれをプレミア公開で言ったのねえ。これプレミア公開で言う必要ねえだろうがよ。待機時間からないじゃねえか。この発表、3月5日を、3月5日の19時ちょっと待って。空いてるあ、来週の火曜日だ。よかった。大丈夫だ。それをやれよ。ねえ。ティザーすぎる。 俺、ご、ご飯をさ、買いに行くのをさ、一回やめて配信まで撮ったのに。なんだよ。ヘイト買うだろ、これ。むしろ。こんなの、ヘイト買うだろ。な無駄すぎるだろ、この時間。<laughs> みんな、ワクワクで待ってたのに。ライブセットみたいなのが売ってたの伏線なの中に、ね。だから多分、学校内にあるんじゃないそういう。 ライブ環境みたいなのが。初星。初星学園の中に。担当コミーノ、えー、コミーノ出世したね。じゃ、ロリキュラしか出てこないかもしれないね。もしかしたら。<laughs> うーん。発表の発表じゃん。チャンスゾーンのチャンスゾーンみたいな。スロットじゃないんだから。 あのクオリティで動いてるのは結構期待できる。なんかクオリティ、3D モデルのクオリティは高そうだったね。わかんないけど。まだ顔見てねえから、顔がブルって、なんかこの、目と目がブーンってなっちゃってる可能性はあるよ。まだ。少なからず。そうじゃなければいいけど。なんだよ。これ、なんだよこれ。いらねえだろこれ。これだったらしれっと動画投稿してる方が良かったわ。人を待たせてんだから。 これちょっとヘイト買うよ、コミーノ。気をつけろよ。俺は許してやるけど。意味ねえもん、これ。これだったらさ、しれっと動画が上がってさ、ティザー PV 上がりましたって言った方がさ、なんかその、ヘイト溜めなくないで、次回、3月5日発表配信、うわーの方が、これじゃならないよ。そう思いませんか、皆さん。 俺は嫌です。なぜなら待ったから結構。20分ぐらい。<laughs> 腹減ってると我慢して20分ぐらい待ったんですよ、僕は。にもかかわらず、動画は51秒でした。顔も見せてくれなかった。25分からシャニソン配信やると別にいいわ、それは。しれっと出してほしかったね。でもさ、ここさ、もう見せちゃうけど、ここめっちゃ、 これ 3D なのめっちゃ映像綺麗くないコスモ20分返してやれ。本当だよね。ここ 3D だとし、これがライブの映像だとしたら、信じられないぐらい綺麗だよ。この辺りめっちゃ綺麗なんだよな。実写みたいじゃないこれ。実写かいや、実写じゃないよな。これ信じられないぐらい綺麗だよ、この辺り。実写みたいだもん。 こののクオリティでやってくれんのアプリゲームって言うけどもしかしたらスマホじゃないかもしれないこことかめちゃめちゃ実写みたいだけどねめちゃめちゃ綺麗お誰なんかあれみたいゲームみたいだよね本当に CS のゲームみたい おおすごい。えめっちゃ綺麗じゃないマジこれ。アイドルマスターにこれできちゃったらもう。マイセルフって書いてある。アイドルマスターにこのクオリティできちゃったらやばいぞ。このかっこいいところだけ映ってるみたいなことじゃないといいけどな。 マジで実写みたいだよ。本当に。実写だったらどうしよう。<laughs> 実写の映像は食べてるだけだったら。この子。めっちゃ髪赤くないオレンジ色口はいいね。ニコニコしてて。かわいい。中国リークの映像より全然すごいぞ。え、その中国リークの映像のさ、子と一緒なのかな合ってんのかな それ自体でさ、あの中国リーグが本当かどうかわからないなんか中国リーグでその学園アイマスの三姉妹の、三姉妹ってか、三原神の、あれが出てたって言うけど、似てるあ、そうなんだ。じゃあ合ってるかも。<laughs> じゃあもしかしたら俺,俺たちの出る捨ては終わっちゃうかもしれない。うーん。じゃあみんなここ開けといて。この日。 見よう、ね、<laughs> みんなこの日この時間ちょっと俺忘れないようにメモしとこう絶対忘れるから絶対寝てるもん平日の夜なんて俺はでも俺今メモするものがないわ紙とかないデスクトップにデカデカと書いとけこれスクショしてデスクトップにするからじゃあ これをフルスクリーンにして。これ下のやつ消せないのこのバー。バー消したいんだけど。バーは消えないのかな動画がいても。 二〇二二〇二〇二二四ゼロ三ゼロ五何それはあ画像 <laughs> 俺が保存しなくても <laughs> あるんだありがとうんで でも、ちょっとだけ、この発表の仕方は、印象が悪い。え、しかも、19時25分から、小型の生配信もあるじゃん。それが、シャニーソン配信。あ、そういうことか。 それは俺もう全然見てねえからな。えー、デスクトップの背景として設定。ははは俺絶対忘れねえわみんな見てくれははは絶対に忘れないあ、カイプないぞだってもう、それが嫌なんだよ俺はみ、もう見,見逃しちゃったから過去のやつ絶対忘れないこれ。みんなもう俺の配信見るために思い出していいね完璧な背景になった。ちょっと一旦、コイトちゃんには申し訳ないけど。 完璧です。じゃあ、とりあえず、一旦、終わります、配信は <laughs>。何の予定か忘れそう。さすがに思い出す。忘れねえだろ。な <laughs> んだっけ、これつって。あと1週間とかなのに。じゃあ、また一旦終わりますわ。で、ご飯食べて、また始めたいと思います。それじゃあ、ありがとうございました。バイチャ。 ついでにゴーレムトラップ作る。ゴーレムトラップが完成しました。ご飯作ったらそのゴーレムトラップの稼働状況を見る配信となりますゆえ。あもうこんなに溜まってます。それじゃ、また適当に2、3時間後ぐらいに会いましょう。